経新聞時代ってどんな思い出があります？まず一つはやっぱりその日本っぽい会社に一回中から見れたっていうのは良かったですね。なんかポジティブな感情を抱くおじさんと、まあ、ちょっともう化石的だなと思うおじさんを分けるものって何でしょうか？自分の持ってるものを手放す勇気がない人は魅力的じゃないですよね。ギャップをいい意味で解消するために何が大事になるのかな。かつて男女不均衡だった社会の時に作られた制度がまだ残っちゃってるっていうのが一番大きいんじゃないかなと思いますね。この制度を変えない体質が非常に良くない。はい、皆さんこんにちは。ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。今回のゲストは作家の鈴木涼美さんで、テーマは日本のおじさんと日本の女性ということですが、はい、佐々木さんどんなことを聞いていきましょうか。そうですね、なんか今、はい、ニュース、世の中のニュースとか見ててもやっぱりジェンダーに関わる問題が多いなと思ってまして、あとやっぱこれから日本のおじさんがどうなるか、日本のおじさんって世界で一番孤独とも言われてたりするわけなんですよ。それはやっぱ自分もおじさんの一人としてですね、やっぱ感じるところがあって、鈴木さんもこうやって日本のおじさんっていうですね、本も書かれていて、これ本当面白いんですよね。そうですね、逆に JJ 囲碁とかですね、JJ のお話とか女性論もいろいろ書かれてるので、なんかポリコレ的な何が正しいかどうかみたいな議論じゃなく、もうちょっと社会批評的にジェンダーとかおじさんとか女性ってものをちょっとえぐってみたいなってことで、やっぱ鈴木さんの話を聞きたいなと思いました。ね、特に最近小説も書かれて私も読んだんですけど、結構面白いですし、あとやっぱり何このおじさんっていう言葉、なんか日本独特ですよね。なんか不思議なニュアンスが含まれている言葉なので、ちょっと今日は鈴木さんの話を聞いてより解像度を高めていきたいなと思ってます。解像度とか言葉がビジネスっぽい感じ。そうですよね、はい、ということで日本のおじさんと日本の女性、鈴木さんへの9つの質問を通して深掘りしていきます。はい、今回のゲストをお呼びします。作家の鈴木涼美さんです。よろしくお願いします。どうぞおかけください。はい、鈴木さん、はい、機嫌悪くないですよね。機嫌悪くないですよ。ないですね。はい、ということで、これ9っていう数字で9クエスチョンズ。すごいですね、はい、なんかはい、いろんなこう壮大なお話がちょっとYouTube とかで見てきたんですけど、その何十億調達みたいな。そんな人に人に来てる人が来てる人が、はい、とかいろんなビジネスを運営されて、もう日本の未来をいろんな方が作ろうとしてるみたいな話だったので、私本当になんかよく呼んでくださいましたね。普段なんか3万円とか5万円の原稿料をかき集めて食べてるので、はい、ライターはみんなそうですけど、なんかすごくこう私でいいのか感はあるんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐々木さんに会いたくて来ました。またそういう嬉しいこと言ってくださる。鈴木さんとはなんか、はい、ニュースピックス時代もウィークリー落合とかで何度か出ていただいたんですけど、何回か、はい、深く話聞いたことなかったんで、意外になるほど、聞いてみたいなと。ありがとうございます。今日、いや、もちろん読んできましたよ。はい、後でご紹介させてください。はい、はい、ということで9クエスチョンズなので9つ質問がありまして、こちらに、佐々木さんどれからいきますか？ですね、やっぱり最初から一番おいしいものいっちゃうんですけど、日本のおじさんっていうテーマをやっぱ聞きたくてですね、ちょっと読ませてもらっていいですか？この前書きに書いてた鈴木さんの言葉がすごく印象的で、ちょっと長いんですけど早口で読みますね。結局私たちは一切の侮蔑や哀れみなく中年男性を呼ぶことが不可能な世の中に生きている、そう思いますよね、はい、男が会社や家の関係性の中でしか存在しなかった事情も関係があるのだろう、おじさんと呼ぶことを避けるとしたら、名前で呼び合う間柄、あるいは自分との関係性がはっきりしたお父さんや社長や課長以外のものについて語ること、それ自体を諦めるしかないと、ひとしきり困ったふりをしてみるものの、個人的にはこの侮蔑や自重の響きを含んだおじさんという呼称を使わないで過ごそうという気も、そのために彼らについて語るのをやめようという気も私には一切ないと。むしろ好んで使ってきた、はい、よくできた言葉だとすら思う。継承である3がついているのに、そこにもう若くはないという中年男性の悲哀や滑稽が付着して、何ともバランスが悪い、その妙を私は愛すると。なるほど、ね、まさにおじさんって日本にしかないことを言ってましたけど、はい、そうだって、響き的には要するに、両親の兄弟アンクルを指すおじと同じわけじゃないですか、だけど、まあ、一般の、中年男性を呼ぶ、要するに年で、切る言葉でもあるし、
呼びかけるときに名前がわからない人に対しておじさんとか、うん、言う言葉で、おばさんに比べると侮蔑のニュアンスはちょっと弱いけれども、うん、それはね多分おばさんっていうのが、男性から呼びかけられたときにちょっとこう性的対象に含まれないみたいなニュアンスを少し感じるからだと思うんですよね、うん、女の人とか若い女性とかお姉さんからおばさんになると自分の性の対象から外れますと言われてる気がするんですよ。多分そんなつもりで使ってる人ばかりじゃないとは思うんですが、うん、でおじさんはむしろこう性的には一番元気なぐらいじゃないですか。で私も性的なっていうか恋愛対象は年上好きだから、私がもう来年40なので年上っていうとおじさんですよね、言ってみれば40代以上の。だからその分おじさん的思考みたいに言った時非常にネガティブなこう使われ方をする割には私らにとってはその捕食対象でもあるっていうか。でまあね、もう少し時間を巻き戻すとやっぱりおじさんがお金を持っていて決定権を持っていて、おじさんに気に入られることが女性のある意味出世なり幸福なりへの道だった時代もあるわけですから、うん、なかなかすごくアンビバレントな言葉だと思うんですよ。だから私はすごくこうおじさんという言葉は差別語にならないでほしいなと思ってます。うん、そうですよね。なんかね、うん、ニュアンスがいいですよね。けどその一方でなんか今このおじさん受難の時代がすごく訪れようとしてる気がしてて、もう来てますよね。そのおじさんがどうなのかってやっぱ聞きたいなと思ったんですよね。いやどうなるのかっていうか、まあ普通に多分そうやっておじさん構文とか、なんかおじさんが使いがちな絵文字とか、なんかそういうのよく最近記事で見ますけど、あれは多分あんまりいいニュアンスでは使われてないんですよね。もう単純に古いっていう場合もあるし、自分へのこう分析能力を失った、自慢話ばかりしているなんか時代についていってない上に過去の栄光の中に生きている生き物に対しておじさんって呼ぶ風潮が特にここ10年ぐらい非常に強くなったなっていうふうには思うんですけど、まあでもおじさんがそこにめげずに既得権益をこう手放すことができれば全然今後もやっぱりおじさんってすごくまだまだ働き盛りのやる気もなんか責任感もある日本の成長になってきた人たちだから、別にお先真っ暗とは全然思ってないですよ。私はおじさん好きですよ。はい、ダメなやつはいっぱいいるけど、ダメなところも愛しい場合もある。本当にダメなやつはまあ森に入れて動物園でも飾っといてほしいなと思う人もいますけどね。確かにね、そこまでのやっぱ愛がないとここまで批評しませんもんね。興味がないと。そうですよ、やっぱりこれを出した後に、はい、おばあさんでも書いてくださいっていうお話って結構いくつか出版社からあったんですけど、はい、やっぱりね性的なモチベーションがないと、やっぱりそれは私がこうある程度多角的になれるというか、おじさんに対しては要するにこの人の、このトピックに関する主張は全く賛同しかねるけれども、というか間違ってるけれども、でも性的には魅力的だとかいうことが起こると少しマイルドになったりするじゃないですか。女性同士だともうちょっとクールですよね、やっぱり。だからそういう人間のでも評価ってそうやって決まっていくものだから全然自然なことだと思うんですよ。なんかこの人の性的立場は全然私と違うけども、近所付き合いの相手としてはすごく好感が持てるとか、亡くなった安倍晋三元首相なんかは非常にそういう点で評価されたというか愛された首相でしたよね。だから私は全く彼の主張と賛同するところが少ないし、批判ばっかりしてきましたけども、あれだけ愛されるのはやっぱりその主義主張にものすごくみんな賛同してるっていうよりは、それ以外の そういう人たちは一部いるけども、それ以外のなんか人物としてキュートみたいなところが重なるから、ああいう人気になるんだと思いますけど、ただ
政治家に関してはこっちの人気だけがものを言うようになるとやっぱりちょっと心配ではありますけど、うんうん、だからあのおじさんについては全然今後も考えていきます。あ、簡単に表現できないと思うんですけど鈴木さん的に、うん、まあ、なんかポジティブな感情を抱くおじさんと、うん、まあ、これはちょっともう化石的だなと思うおじさんを分けるものって何でしょうか。それはやっぱりあのこれはもう本当に日本の社会全体やることですけど、うん、自分の持ってるものを手放す勇気がない人は魅力的じゃないですよね、うん、であの日本のこう、うん、いわゆるその成長率が上がらないっていう、つまり産業高度改革ができなかったっていうのはやっぱり既得権益を話せないおじさんたちのせいですよね、ある意味、うん、あの女の人は基本的に既得権益あまり持ってなかったので、だからあのそのあたりは非常に恨んでるし、うん、つまりあの新しいものが出てきた時にもともとある業界が打撃を受ける、何でもあの古いちゃんとした業界は確かにあるし、そこに優秀な人やあのこれまでのねあの大きな功績があるのは間違いないですよね、タクシー業界でも建設業界でも何でもいいんですけど、だけどあのそっちを守りたいがゆえに、で相互に守り合ってたわけですよね、その霞ヶ関と永田町とビジネスの世界が、でそれのせいで新しいものが潰されるっていう形になっていたと思うので、そうすると新しい権利とか新しいこう視点って生まれにくいと思うので、自分の持ってるものを手放す勇気はでもおじさんはない人は結構いますね多分。そうですね、やっぱ手放す勇気っていう今日の一番のキーワードももらっちゃいましたね。そうですよね、それがあるおじさんはかっこいいおじさんで、うん、ないおじさん、うん、やっぱり次に自分も成長するためには今ある大きい荷物を、うん、こうある意味その手放す、うん、なんかその何も失うものがない時に新しいことを始めるのってそんなに難しくないかもしれないけど、みんなねいい年になったらそれなりの立場とかお金とかこれまで積み上げてきたものを褒めてくれる人たちとか、そういうものって手放したくないじゃないですか。そうですよね、だからあの佐々木さんは非常に魅力的なおじさんですね。いやもうなんか立てていただいても恐縮なんですけど、けど一方でそのかっこいい手放せるおじさんが増えてほしいと思うんですけど、やっぱこの30年って手放せなかったわけじゃないですか、うん、で私もなんか 3,4 年前ぐらいにニュースピックスでさよならおっさんっていうなんかもうすごい批判されるようなのを書いたんですけど、なんか対立軸に持っていきたくはないんですけど、なんか変えるためになんかどうしたらいいのかな。佐々木さんなんでそうやってもう十分こうなんか人が慢心できるような立場をある意味一回リセットして新しいことを始める勇気とかができるんですか。あ、満足全くしてないからかもしれないですね。あ、うん、それはなんかキーワードなのかもしれないですね、おじさんたちにとっては、うん、だってこの人にはできるのに、うん、他の人にはできる、日本ってだから未だにやっぱり正社員と非正規雇用の間の分断ってすごくありますけど、うんうん、なんか正社員って既得権益じゃないですか。そうですね、あれがだからなんかあれを手放せる人ってやっぱりものすごく限られていると思うんですよ。よっぽど自分の実力に自信があるか、うん、今の現状に非常に不満か、うん、まああの責任がない、生活に責任がないというか、親が超金持ちとか、うん、なんか子供がいないとか、そういう場合に限って、私も、うん、あの会社を割と大きい会社を一回辞めてるので、うん、それ私は、まあ、女性だし、うん、その時は別に家族も今もいないけどいないから気楽だったけども、それでもやっぱりちょっと悩みましたもんね。やっぱり日本の社会で正社員じゃなく生きていくのって厳しいだろうなと思ったから。うん、うん、そことも通じるんですけど、ぜひね、日経新聞っていうこの、うん、今振り返って日経新聞時代ってどんな思い出があります？うん、まず一つはやっぱりその日本っぽい会社にを一回中から見れたっていうのは良かったですね。古い体質のある意味で、しかも日経新聞っていうのは基本的に企業取材をするから、その企業も古い体質のものがいっぱいあるじゃないですか。だからその日経新聞だけじゃなくて他の企業とか省庁とかの
構造ってそのもちろんあの学者の人とか元官僚の学者の人とかが書いている本を読めばあこういうとこはダメなんだなとかって納得できるけど、やっぱり間近で見ているとなんて言うんだろう、なんでこんな人辞めさせないんだとかって本読んでも思うことでも、間近で例えばダメと言われているようなちょっと既得権益系の官僚の人とかに会うと、人間的にすごく魅力的だったら、その本で読んでた時とは全然また違う視点があったり、なんかもう日本がダメなのはもう官僚が牛耳ってるせいだとかって本読んで思ってたけど、でも実際に霞が関行くとすごくこうね、あの優秀で魅力的な人っていっぱいいるわけですよ。だって日本の、まあ、ある意味トップ頭脳が一応ね、なんかなかなかもう官僚になりたい人減ってるとはいえ、でも集まってるわけだから、あの趣味も結構多様だったり、あの意外と固くない。特に都庁なんていうのは、都庁の官僚って、まあ、ある意味国の官僚よりは金持ちだけど、でもあのすごく柔軟な考え方の人多いですし、あのそういう気丈で知っていて批判的なこう気持ちでいたものに対して中に入ってその姿を間近で見れたっていうのはいい経験でしたね。おじさん論の、まあ何ですかね、同じコインの表裏ってところで女性論ってやっぱあると思うんですよね、うん、おじさんがまあ、権力者で、うん、女性って結構大変な時代が続いてる、まあ、特に仕事場ですよね、うん、で女性のキャリアのところっていうのはちょうど、まあ、今のアラフォーぐらいの人たちのところからまさしく総合職の採用とかが始まってきて、うん、まあ、新しいロールモデルがなんかどんどん生まれてくるのかなと、まあ、今生まれてきてるのかもしれないですけど、うん、まだ十分に出てきてなかったりすると思うんですけど、うん、この女性のところ、特に働く女性のところの問題意識って、まあ、いろんな問題意識あると思うんですけど、どんなとこが今気になってます？うん、それもなかなかだから難しくて、もちろんその制度的には不均衡がないようにした方がいいとは思いますけども、うん、その制度とはまた別にその個人の好みとか感情ってあるじゃないですか。でそれに対して私たちは、もちろんその時代が変わっていく中で生きてるわけだから、うん、でいわゆる伝統的な少女漫画とか読んで育ってるから、うん、まあこれは社会学者の人たちは植え付けられたとか構築されたというだろうけど、私たちは好きだった、すごく少女漫画とかのね、なんかあの好きな人と結ばれて初めてこう自分が完全になるような世界っていうのを信じてるところもどこかあるので、必ずしもその仕事で成功しただけでは満たされなかったりするわけですよね。なんかあの時憧れた強い曲、小さい子の憧れて強いじゃないですか。だからなんかそのなんて言うんだろうな、でどっちも禁止はされてないわけですよね今。別にね、好きな人についてあの仕事をサポートしながら専業主婦になる方だって今もいるし、あの仕事を優先して別に子供を諦めてとか、もう最初から産まない人生っていうのを選択することもできるし、パートナーを作る、旦那さんを作る、旦にも作らない、女性同士でパートナーになるとか、いろんなものがとても自由に制度上は選べるようになってきて、まあ同性婚とかのね、まあ、まだ不自由はいっぱい残ってるんですけど、そうするとどっちの気持ちもあるので、はい、どっちを優先しても向こうに後ろ髪引かれるっていうのがすごくあって、私なんかもうだから非常にそれは私の人生を見てもらえば分かるけど、常に分裂していたんですよ。私はだから大学に入ったタイミングで水商売始めたりするんですけど、こっちを優先するとやっぱりこう女性としてなんかこう勝ち上がるみたいなものの方がやっぱり魅力的かしらとか思ったりもする時もあるし、いやでもやっぱりなんか大学院とか勉強した方がいいなとかって思った矢先、なんかこう恋愛とかするとなんか全然研究なんて私がやらなくてもきっといつか誰かやるだろうけど、この人の相手は私しかできないわっていう気分になることもあるし、でもそれは別に男性だって複雑だろうけど、でも男性の場合はなんかこう
一応ね社会的に駆け上がっていく、例えば学歴をつけたりキャリアをつけたり収入を上げたりすることがこう恋愛の邪魔になることはあまりないですよね。そうですね。女の人の場合はどっちももちろん取るのも自由だけど、うん、女性としての魅力と社会人としての魅力で徐々にやっぱり自分だけじゃなくて自分の妻にも成功者であってほしいとか非常に影響力を持っててほしいと思う人も増えたかもしれないけど、まあ、少なくとも私が20代の時ってモテるのはその仕事との成功とは全く関係ないところありましたよね、はい、うん、で今も ややそういうところは女性の方が強みと思うんですよ。だからそうすると努力の方向性が違うってことじゃないですか、はい、男の人は収入上げた方がモテるし、うん、学歴も別に東大よりもどっか、まあ、入りやすい私立の大学の方がモテるってことはあんまないじゃないですか、うん、どっちにもモテる人はいるけど女の人は東大よりもすごく人気の女子大の方がモテ指数が高いってよくあることなので、ね、いまだにそうですよね。親がそう言いますもんね、うんうん、だからそうするといつ私はどっちに重きを置いて生きればいいのかって難しくないですか、うん、でそれいつ決めるって結構その、はい、15歳ぐらいの時のちょっと得意な方で、うん、なんとなく流れで決まっちゃったりするわけですよ、受験とかしてるうちに、うん、で私なんかやっぱり40手前になって女同士で、ね、例えばまあ独身の売れ残り女子同士で喋ってると、はい、なんか別に私キャリアに生きようとか一回も決断してないけど、はい、外から見ると、はい、その、まあ、ある意味ね女性としての幸福を放棄して、うん、キャリアを優先したとか、うん、ポリシーある未婚の女性みたいに見られるけど、うん、そのポリシーは絶対育ててないみたいな流れでこうなったみたいなところはすごくありますね。やっぱり未だに40歳、まあ、来年40なんですけど、うん、40歳で独身だとなんか強い信念とか理由があると思われがちな気がしますね。あ、その価値観ってとこでこの JJ の話とつながるんですけど、 あの本もすごく良かったんですけど、結局雑誌ってその時代時代の価値観を定義してるってことで一つの役割あったじゃないですか、うんうん、それがなくなった後に、ね、鈴木さんも書かれてましたけどインスタとかああいうもので価値観が分散していった時にそれはそれで迷っちゃうんじゃないかっていうところで、うんうん、なんかそういう座標軸みたいなものはそう、まあ、よりどころがないなと思って、うん、そうするとですね、なんかその JJ があった時代に JJ しかなかったらやっぱり功罪の罪の方が大きかったと思うんですよ。一つの価値観をものすごく魅力的で強固な形で植え付けすぎて、うん、だけどあの時は要するに JJ 対アンノン族って言われたりとか、あともう JJ 的なものを心底バカにしてる趣味のいい人たちがいろんな渋谷とか下北とかそういう界隈にいたりしたわけじゃないですか。だからなんかそのいくつかある中でどれか自分の拠り所を探すみたいなものは市場に単位としてはその雑誌って程よかったですよね。だから JJ って本当に売れてて95年に78万部とか売れてるの で、ね、ある意味みんな読んでたんだけど、でもまあもちろんそれ好きじゃなくて私はアンの方が好きだとかその後に出てくるジッパーとかそういうものが好きだとかっていう子はいっぱいいたわけで、だからそれが選べるっていうことは非常に重要だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で今は選べるんだけども、うん、選べるようになったら非常に女の子の格好がみんな似てきたっていうのが私はすごく面白いなと思って、あんなに80万人の女の子が同じ雑誌買ってた時よりも今の大学行った方があんまり多様性ないんですよ、ね、あ、そうなんですか。服装みんなコンバース履いてるしとかみんな長いスカートだしとかっていうのは当時はだからザ・ JJ みたいな一角がこう講義の上から見たらあって、あ、大学の教室で、そうそう、はい、でちょっと個性派系の原宿系の子とかがいて男にモテようとしている子たちがいたり、すごくまだギャルを引きずってる大学生がいたりして、結構なんかいろんなちょっとグループ化していたんですね、うん、でそれはなんというのもちろん功罪あると思いますけど、ある意味分断しているし対立しているし、なんかここのコミュニティから
抜けるものは身につけると、なんかちょっとあれ、なんか最近あの子違うねって言われてた可能性だってあるわけだから、それでもやっぱりその時若い時に一回そのなんか一つ強固な価値観をインストールしてみて、そこからそこへの岩みたいなものから自分ができていくっていう方が、最初から白い画用紙渡されるよりは楽だっただろうなとか思うんで、今の若い子たちはそういうものがないから、若干 SNS で物言いが非常に似ていたりするのかなとかって思いますね。なんかあのここのとこ結構良い子症候群みたいな言葉をちょっと目にすると、うん、なんかその良い子っていうのは JJ 的な良い子とジッパー的な良い子とアンアン的な良い子は違うわけですよ。JJ 的な良い子は男に脅威を与えない良い子だったわけで、であのアン的な良い子は、まあ、先進的な女性の生き方とかをどちらかといえば模索しているタイプとか、若い女性の消費の幅を広げていくとか、そういうのがあって、ジッパーだとやっぱり自分っていうものがしっかりあるとか、個性を出すのが良い子であって、で、あのその良い子って言ったって多様だったわけだけども、そのそういうだからこの辺にしなきゃいけないって、 JJ しか読んでなかった時は、例えばじゃあ高1の時 JJ しか読んでなかったから、もうこうしなかったら超イケてないって思ってたけども、でも他の雑誌も見てみたら、あここでは逆にあの行いってダサいんだとか、あなるほど、 こっちでは、うん、全く違うことがクールとされてるんだとかって学ぶじゃないですか、はい、そういうものがないと逆に性悪みたいな、善悪とか正しい間違ってるみたいな基準があったかも一律しかないような気分になってしまうのではないかと思い、でいい子症候群みたいに、そのみんながねあまりこう批判的なことを言わずに、なんかマスクを配られてもありがとうと言い、なんかあのご体調不良で政治家が辞めたらあのお疲れ様でしたと言いっていう振る舞いだけをなんかするのであれば、それはやっぱりなんかその性格が良くなったわけじゃないですよね多分。だからそのあのどういう行いが正しいかっていうのを自分で、いろんなものが正しいとされうる中で自分で選んでいくんだっていう意識が低いんだと思います。みんな何見てるんですかね今、雑誌の代わりに SNS なんですか、ね、うん、SNS とネットとネットフリックスじゃないですかそうですよね、うん、その上でいい子症候群ってお話ありましたけど、うん、ポリコレと似たとこあるのかなと思って、うん、あそうですね、このポリコレ的な流れって、うん、なんか日本社会をまあ進化っていうか変える起爆剤になるのが、うん、なんか単につまんなくなるのか、うん、ポリティカルコレクトネスは重要なことであると思うんですよ。だからかつてはね、例えば笑いを取らなかったら社会に居場所が与えられなかったようなオカマバーとかで、なんかめちゃくちゃ あの笑いたい時に行くみたいな、でそういうものとしては愛されてるけど、別にさ、だってさ、トランスジェンダーだろうが、もしくは女装好きのゲイの人だろうが、コミカルなものが好きな人も好きじゃない人もいるわけじゃないですか。でもそのコミカルな術を身につけなきゃいけないみたいになってたところが、彼女たち別にあの普通に、私が女であって男が好きなように、男であって男が好きとか、男として体が生まれたけど女性が内側にいて女性に変わったとか、そういうものが非常にあのフラットに語れるようになることっていうのは非常に重要だと思うし、基本的には公罪の公の方が大きいとは思うんだけども、まああのこれもだから一つ決めたら動かないわけじゃないじゃないですか。だってやっぱりその、ま、何が正しいとか何が魅力的だとかっていうのってもう時代どころかもう季節によって変わったりするわけですよ確かにね、うん、でやっぱりさ、もう私は会社辞めたのがちょうど8年前なんですけど、8年前と今とやっぱり好まれるコンテンツの、うん、まあレイヤーとかでなんかそのレベルはだいぶ違いますし、違いますね、うん、あのこれは不快だって思われるものも全然違いますし、でそれは変わっていくことのみが正解なんだと思うんですよね。で今例えば
今もそういう国あるけども、ヨーロッパでかつて同性愛が罰せられてたとか投獄されてたとかっていう風に聞くと、それはなんか信じられないという風に思うけども、うん、その時はその人たちはある意味正義に基づいてそういうことをしてたわけですよ、うん、それが正しかったわけですよね、うん、魔女狩りだってそうじゃないですか、うん、だからなんか今の自分に見えてる世界が絶対ではないということを忘れないでポリコレを取り入れるというか、ポリティカルコレクトネスだと、ポリティカルコレクトだと今思うことを突き詰めていくっていうのは大事で、これを絶対に守りたい、しかしこれはいくらでも塗り替えられるものだって思うのは結構困難なことで、やっぱりみんなこれ例えばね、なんかこの女性にこういうこと言うのは失礼だとかっていうふうに主張したい時って、それがあったかも自分の価値観が絶対的に正しいっていうふうに思った方がやっぱり力も入るし、力入れて喋ってるうちにどんどん正しいと思っちゃうと思うんですよね。だからそれがあたかも唯一にして絶対の普遍の価値だっていうふうに思い出すと、今度はそこから身動きが取れなくなりますよね。だからそうしたらもうただつまらなくなっていくだけで、禁止事項を増やすっていうだけじゃないですか。かつて禁止されたものが、いや、やっぱりあれは正しかったなってこともあるだろうし、うん、あんなことよく許されてたなというふうに思う、ね、中世の 法律とかもあるし、ね、日本だってヨーロッパだってアメリカだって女性の選挙権ってなかったんだから、はい、でもその時はそれが普通だったわけですよ、その時は、うん、でそのむしろ女性の選挙権なんてあげたら非常に危ないと思われてたのかもしれないし、黒人と白人が同じ学校に行くなんてそのとんでもなく野蛮なことだというふうに思われてた時代もあって、その人たちはその人たち意地悪してたわけじゃなくて、当時はそういう価値観で生きてたわけですね。だからやっぱり90年代とかのことを割と最近いろんな言語空間で語られるけど、90年代はあれはあれでね、すごくクールにみんな生きようと思ってたわけですよ。なんかすごくこうなんか新しい世代に意地悪をして、ああい こう支配的な価値みたいなものを語ってたわけじゃなくて、それかっこいいと思ってたわけですよね。だからそれが変わるって、自分の見てるこれ明らかにこちらが悪くてこちらが正しいっていう風に見えるものですら一つの可能性でしかないっていうことを忘れると、もうい考え方ってできないんじゃないかなっていうふうに思います、うん、じゃあ既得権益を手放す勇気も大事だし、既存の価値観を手放す勇気も大事、うんうん、いやそうだと思います、うん、あと自分が言ったことのね、うん、なんかあの柔軟性はあっていいと思うんですよ。なんか一貫性がないとかっていうのはやっぱり SNS で非常にその人の発言みたいなものがものすごくつぶさに遡れて、うんうん、録画残っちゃいますね。そうで、しかも例えば7年前に言ったことをポッとそこだけ文脈抜きに持ってきて、今の発言並べて反対のこと言ってたら、あこいつは一貫性がないっていう風に晒し上げられるようなあの世の中になると、非常にああいう風に言っちゃったからもうこれは変えれないみたいな風に思って息苦しくなってる人は結構いるんじゃないかなって思うんだけど、うん、変わっている人の方が正しいという風に思いますね。うん、私なんて全然もう昨日言ったことすごいですからじゃないと生きていけない気がしますけど、だって気分も変わるし。なるほど。でもやっぱりその価値観が一つではないし、うん、変わるし、なんなら隣の国では全く違うものが正義とされてるとかっていうことを忘れないためには、やっぱりね、あの本読むことと友達がいっぱいいることですよ。あ友達、ね、友達がいっぱいいたりすれば、同じ日本の中でも地域によってあのこういうことは失礼なんだとかいうのが違って、それがなんて言うんだろうな、その人の人格とかこいつは最低だとかっていう話じゃなくて、うん、違う育ちをして違う歴史を抱えてれば違うのが当たり前だっていうことは、うん、あの友達との対話の中から出てくると思います。本という文脈で、ね、うん、こちらのギフトですね、芥川賞の書かれた理由と、はい、あともう一つ、ね、本という絡みで福田和也さん、その福田さんから受けた影響とか、うん、なんでこの、ね、今回小説にチャレンジしたのかとか、うん、そこちょっと伺ってもいいですか。
まさにその小説と、うん、まあ、今まで比較的こう批評とか、うんうん、あの時事コラムみたいなものとか、うん、エッセイが多かった中で、うん、私は、大学の学部生の時に2つ学問をまあ基本的にはやっていて、まあ、社会学とその文芸評論家のゼミと両方やってたんだけど、その文芸評論家の須賀和也さんが非常に可愛がってくれて、あのただその唯一のまだこう青いなというところは、君はやっぱりどうしてもその批評をね知性で書いて小説を感性で書こうとしているだろうというふうに、まあ批評を書かされたり小説を書かされたりしてたんですよ、ゼミでは。でそれはあの全く逆であるというふうに言っていて、批評っていうのは意外と感性とかセンスで書けてしまうけども、フィクションを書くっていうのはものすごい知的な行為だから、それが分かったら君の小説は非常に面白くなるだろうというふうに言ってたんですね、うん、なんかそれを頭の隅に置きながら、私はまだきっと小説が早いだろうとか思いながら新聞社に勤めたり、うん、なんか週刊誌の連載をやりながらして、でもまあまあ多少この疫病化っていうのが少しこう、まあ日々酔っ払ったりあまりしないから、自分とか自分の文章とか今後何を書きたいかについて考えるきっかけにはなり、その時にその先生の言葉から、あ、なんとなく自分なりにおぼろげにも、小説は知性で書くものだっていうふうに、言った先生の狙いというか意図するところがおぼろげに分かってきたなと思って、うん、ちょっと筆を取ってみたっていう感じですか、ね、なるほど、うん、どこまで小説って自由なのかと思うんですけど、まあ、今回芥川賞、うん、全員女性が候補で、うん、それはいいことだと思うんですけど、うん、一方でそこをメディアがなんか世相を反映してますみたいにしつこく質問しちゃって、まあ、ちょっと嫌気がさしちゃったみたいな、高見ひろみさんがイラッとしてただろうなっていう感じですよね。で、ここ非常に難しいところで、うん、社会としては女性が活躍して候補者が全員女性なのですごいいいんですけど、やっぱ小説ってどっか社会がちょっと違うところで表現するものじゃないですか、ね、うん、今後小説も多分なんか炎上する小説が出てくると思うんですよね。なんかこれは間違ってるみたいな、ね、うん、どの辺まで自由さを感じますか今書いてみて。結構難しくて、はい、だからそのテレビでやるドラマと、はい、例えばじゃあ純文学の世界だと、はい、多分今表現できる範囲ってだいぶ違うから、はい、うん、そういう意味ではまあ、そういう単純な意味での自由では非常に自由度は高いだろうし、はい、うん、ただそのね、なんかすごく人気のあった、この間亡くなった西村健太さんの小説なんかは、うん、ポリティカリーにはインコレクトじゃないですか。特にその別にポリティカルコレクトネスを表現したものではないけど、うん、でもその魅力的なものっていうのがあって、でなんかその作者とそこに書かれてあるものことっていうのは作者の考えと同一ではないというのがフィクションの難しいところですよね、うん、かといってやっぱりテレビドラマでこのトピック、こういう例えば LGBTQ に対する扱いはふさわしくないだろうっていうコードがそこにあるけど、自分がこうその比較的そのこういうトピックは扱いませんみたいなコードは少なくともないかなというふうに思ってます。ただその著者の覚悟とかあと面白さとか、どれぐらい魂を込めて書いてるかとかで、ダメなものであれば単純にその正しいことが書かれてればただ無視されるだけかもしれないけども、面白くなくて非常に不快な価値観、そこやったら叩かれるというか、あれは覚悟はなくて単に差別的な声やったら確かにそうですよね。そうですよね、うんうん、なかなかでも、その作者と作品、例えばこの作者自身が、社会人的に非常に、うん、間違ってるっていう場合もあるじゃないですか、はい、作品は素晴らしいけども、うん、てか むしろそういう場合は多かったわけですよね、かつては、ね、はい、めちゃくちゃだったわけじゃないですか、うん、小説家なんて、はい、で今例えばそれを切り離さずに、この作者が、例えばセクハラで捕まったから、
この作品は上映すべきではないみたいなところは、うんうんうん、テレビとかにはもちろんある価値観だと思いますけども、今のところね別にねなかなかギリギリな感じのする川端とか吉木淳之介とか谷崎とか別に発揮にはなってないですし、発揮になるべきでないと私は思うけれども、でも批判する人は結構フェミニズム批評の世界なんかには結構いますよね。だから批判は逆に言えばそのでスポンサーのいるようなあのものっていうのは、うん、批判って結構ナイーブになると思うんですけども、自分が批判される分にはもちろんいいわけ で、うん、で作者に対する批判もあってもいいし、この作品に対する批判もあってもいいし、ただだからなんかそこの自由は比較的担保今のところはされてるとは思いますが、うんうん、それはねでも私ちょっと思うのは読んでないからじゃないかなって思うんですよ。テレビってやっぱりみんな結構見てて、うん、でそれ切り取られた映像であるかもしれないけど気軽にやっぱ見れるから、ね、あのすぐ炎上するっていう不幸はあると思うんですよ。小説だとねやっぱ文芸誌に載った時点ではあんまり誰も読んでないから、うん、炎上しにくいってありますよね。でもだからそれはもちろんその本をたくさん読んでほしいという気持ちと、うんまあ、文芸誌だから書けるあの、うん、本が好きな文学とを愛してる人しかあんまり読んでないっていう、 こうある意味あの安全の地みたいなところだっていうのはちょっと両方あって、うん、そこなんか良し悪しな気はするんですけど、はい、今日は日本のおじさんと女性についてもたっぷり伺ってきたんですけど、うん、最後なんかビジネスっぽい話なんですけど、ジェンダーギャップっていう質問が残ってて、うん、あの、はい、表とかを見てもやっぱり世界の比較とかを見ても、はいはい、そうですね、ジェンダーギャップ指数ですね、日本って116位ですかね、韓国とか中国とかよりも下で、うん、今日の話を総合してた時にやっぱこの、まあ、ジェンダーギャップみたいな完全に解消は難しいにしても、このおじさんの既得権益的なもの、うんうん、女性がまあ自由に生きられつつ、うんまあね、自由すぎても結構大変なかもしれないっていう、うんうん、このなんかいい意味、なんかギャップをいい意味で解消するために何が大事になるのかなって。どうでしょうね。だからこのジェンダーギャップ指数だけに肯定しなくてもいいと思うんですよ。これ結構なんか変な指標も入ってるんですよ。性平均寿命とか、はい、そうですね、で日本はだからその男性の平均寿命とか長いから、うん、その辺でなんかちょっとバイアスがかかってたりとかするものもあるけど、うん、でもやっぱりねこれはその非常に日本だけ遅れている、そのいろんな事情があるにせよ遅れて見えるのはやっぱり制度変えるのとか手放すのは本当に苦手だなというふうに思いますね。うん、やっぱりこの台湾みたいにあの小さい国だと身軽だったり北欧とかもそうですけど、あのえいやってやるのにやっぱりね人口も多いし、で一応ね民主主義にしちゃったし、だからなんかあのなかなかの重たいものをひっくり返すってなかなか大変じゃないですか。しかもその中国とかロシアみたいに一人 の、 あのある種カリスマみたいなものがあの決めたらひっくり返るっていう社会では一応ないということになってるから、となるとなんかやっぱり制度変えるの本当に大変ですよね。だって日本って多分さマリファナもさもう長年きっとこっから先さ合法にならないだろうし、あの いろんなその規制、あの、うん、Uber とかが入ってくる時になかなか壁になってた規制とかが取っ払われるのも一番遅いだろうし、うん、でその中にやっぱりその男女不平等をはらんだ旧制度で、別にその女性に意地悪してるというよりは古い体制が残ってるがゆえに、うん、かつて男女不均衡だった社会の時に作られた制度がまだ残っちゃってるっていうのが一番大きいんじゃないかなと思いますね。この制度を変えない体質が非常に良くないんだと思うし、男の人だっていや俺もこの会社おかしいと思うんだよって90% の人が言っててもなかなか会社の制度変わんないっていう体質なんだと思いますね。制度法律の力でかいですもんねやっぱりね。いや大きいですよね、うん、ちょっともうあっという間に時間来てしまったんですけど、はい、最後の質問で10年後ということで、うん、10年後ですね、10年後の何にしましょうかね。おじさんもあるし女性もあるし、うん、鈴木さんの人生自身もあるし、うん、まあ、10年後おじさんどうなってますかね。
今おじさんをバカにしている若い男性がおじさんになってます、うん、そう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 なんですよ。みんなねおじさんに自分はならないと思っておじさん批判をしてるっていう。そうですね、永遠に若いと思う。だから私女子高生の時、うん、本当に40のババアが何化粧品とか買ってんのぐらいに思ってたけど、今とかもうなんかクソガキとか思いながら女子高生がもう百貨店にぐちゃぐちゃ来んなよとか思いながら、だからね、うん、自分はね自分の世代に愛着があって他の世代を批判しがちですけど、うん、それ役割交代していきますからね。でなんか絶対こういう風にならないと思っていたけども気づいたらなってたってことありますからね。みんな我が身振り返る時間を持ちましょうっていう感じです、ね。うん、上の世代に言ったことはブーメランのように跳ね返ってくるってことですね。跳ね返ってきますよ、はい、本当に。鈴木さん自身の10年後はどうですか、うん、なんかこう、うん、自分を再構築してくれるような素敵な男性と、うん、いい人生を歩んでるといいな再構築っていいですね。自分変えたいんですか再構築って。いや私人間関係ってある意味小さい破壊と、うん、こうなんか再構築の過程があるからエキサイティングだと思うんですよ。やっぱりその、ね、大恋愛するとその人に出会わなかったら絶対にこう思わなかったこととかが出てきて、うんうん、自分がそれまで信じてたものが中でガラガラと崩れて、うん、新しい自分に変わるっていうのは、それは別に恋愛関係だけじゃないですけど、恋愛の場合は一応こう相手に集中するからそれが大きいですよね。だから、はい、おばさんになっても恋愛体質です。再構築ね、今日本人って変わりたい人が再構築したいっていう人多いんですかね。むしろ変わりたくないって人、基本的にはだから変わりたくない子なんですよ。なりたくないんですよね。沈没していく船ですらそこにしがみつきたいっていう。でそこに、ね、モーターボットが結構来てると思うんですけど、うん、そうですよね、うん、それにはこの椅子がもうすごい愛着あるのみたいなタイプの、そういう人が多いだと思いますね。手放せないんでしょうね。変わるっていうのは非常に苦手でしたよね、格好を見ても。だからある意味だからうまくいってる時は非常に安定するところがあって治安も良かったし、でもこれから非常に変わらざるを得なくならないとやっぱり思い越しが上がらないんだとしたら、これから非常に本当に厳しい状況になっていく。経済にしろね、なんかいよいよもうこの島国だからって教育は守られてるわけではないよという時に、変わってみたら意外と変われたみたいな。だからおじさんも思いっきり痛い目見てみんな変わるんだと思いますよ。うん、というわけで、9つ質問聞き終わりましたね。ナイクエスチョンズ以上と終わりとなります。作家の鈴木すみさんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、というわけで今日のナインクエスチョンズは鈴木すみさんの日本のおじさんと日本の女性というテーマでしたが、うん、どうでしたか。いや、いろんな気づき得られましたし、はい、いつもビジネスの話ばっかりしてると、白か黒かみたいな数字の話とか、確かに曖昧なゾーンがなくなるんで、はい、やっぱそこのなんか、ね、正義がどっちにあるかとかじゃなく、うん、もっと柔らかく考えるってところがあって、ね、やっぱり一番響いたのはやっぱ手放す勇気、うん、既得権益を手放す勇気、うん、そして既存の価値観を手放す勇気、それがあればずっとおじさんにならずに、はい、もしくはかっこいいおじさんになれるんだなっていう、はい、これ肝に銘じたいなと思いました、はい、いや本当に同じですね、うん、まあ、今日も うん、ある方向に議論が来そうだなと思ったら鈴木さんがパッとそこを分けて、うん、そっちに行っちゃダメだよっていうことで、あんまりパキッと白く分けずに会話を展開していったのが、まあ、いろんな気づきがありましたね、うん、はい、これが文言とかのいいところですよね。そうですよね、やっぱり評論も小説も、うん、まあ、あと、まあ、元ジャーナリストってもあって、うん、なんかいろんな領域のことをご存知なので、うん、言葉の武器をたくさん持ってる方だなと思いました、ね、そうですね。ちょっと話足りなかったみたいなんで、またゲストに呼んでじっくり伺ったらいいんじゃないですか、はい、ということで、はい、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ、次回もお楽しみに。